久保雄也は山口県山口市出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー FC シンシナティ所属。元日本代表。ポジションは FW、MF。父親は警察官で柔道、剣道、空手に精通し、母親は合気道をしていたという格闘技一家に生まれ育ち、5歳の頃からサッカーを始める。厳しい父親の下で育ち、 一秒たりともぐれる時間がなかった。小学校まで DF だったが、大鳥南中学校のサッカー部で、チームメイトとの日々の1対1で、得点感覚を磨き、FW へ転校。中学2年時に京都産が FC のスカウトを務めていた高本市に発掘され、大鳥南中の同級生だった原川力と共に京都産が FC の下部組織にスカウトされた。 原川は、ジュニアユースクラブのレオーネ山口に所属しており、チームこそ違うものの大鳥南中の皇帝や、学校の隣にある維新100年記念公園で毎日、朝練をする中だった。中学3年時には、第39回全国中学校サッカー大会に、中学第1代表として出場したほか、同年のチャレンジ、大分国体サッカー少年男子競技には、原川と共に、 山口県代表の一員として出場した。2009年、大鳥南中を卒業後、原川と共に、京都の育成プログラムである、スカラーアスリートプロジェクト5期生として、京都産が FCU-18 に入団。高校は、京都の立命館宇治高校に入学。1年生の春から、背番号9を背負うなど将来を期待された。2010年、高校2年生で、 シーズン途中に西登録選手としてトップ登録されトップチームに帯同。その後登録を一旦解除され京都さんが FCU-18 のメンバーとして J リーグユース選手権大会に出場した。小前義成、伊藤裕太、下、畑翔吾、山田俊武氏、原川力、高橋裕二、杉本大地、峰脇、国領一平ら、後に全員が プロ入りを果たし、京都さんが FC ユース黄金世代と呼ばれるメンバーをエースストライカーとして牽引。ベスト4進出を果たした。2011年、杉本大地と共に高校3年生でトップチームに再び登録された。トレーニングマッチのジュビロ岩田戦でハットトリックを上げるなど、チーム内での評価を高めると、J2 リーグ開幕2試合目となった第8節の ファジアーの岡山 FC 戦にて3トップの中央で、プロ初出場、初スタメンで、初ゴールを記録。第11節の徳島ボルティス戦では、プロ2ゴール目となる豪快なミドルシュートを決めるなど、その後もゴールを量産。17歳にして、チーム最多得点となるリーグ戦30試合10得点を記録した。12月29日の天皇杯準決勝。 横浜 F マリのス戦に途中出場すると PK 戦突入まで残り5分を切った延長後半11分に決勝ゴール。さらに小牧吉成のゴールをアシストするなど1ゴール1アシストの活躍でチームの決勝進出に貢献。翌年の元日、決勝の FC 東京戦でも途中出場からゴールを決めた。2012年、京都のトップチームへ昇格。 昨年に続き、トレーニングマッチのジュビロ岩田戦で、ハットトリックを達成。2月17日には、日本代表に選出されるなど、各サッカー雑誌でも J2 得点王候補として、名前を挙げられる中、J2 第一説から宮吉匠との2トップで、開幕スタメン出場を果たした。序盤の試合では先発で起用され、まずまずのパフォーマンスを見せていたが、たびたび、 ゴールポストにシュートを阻まれる不運もあり、ゴールが生まれず、第21節のミトホーリーホック戦でシーズン初ゴールを挙げるも、その後はベンチやベンチ外が続いた。後に、久保はあの年が何もかもダメだったとは考えたくないですけどね。ただ、もうそのことは忘れたいですと語っている。二0 1年シーズン開幕のガンバ大阪戦で途中出場から逆転ゴールを決めると、 第18節のロアッソクモモト戦では自身プロ初となるハットトリックを達成。移籍するまでの間、主にスーパーサブとして633分出場でチームトップの7ゴールを挙げた。2013年6月18日、スイス一部リーグ BSC、ヤングボーイズに2013から14シーズンからの完全移籍で加入。移籍金は約40万ユーロ。 6月29日の栃木 SC 戦後、すぐにチームに合流したが、獲得を決めたのが、昨年10月に辞任した元 SD のイリア建築だったために、建築の公認である SD のフレディ・ビッケルや、このシーズンから指揮を取ることになった新監督のウリホルテは、久保について全く知らなかった。そのため、当初は、放出や U-21 チーム企業なども、 考えられていた。しかし、練習を見たウリホルテは、すぐに、久保に惚れ込み、トップチームでの起用を決断。7月6日の SK スラビアプラハとの練習試合では、自ら得た PK を決め、早速、欧州初ゴールを記録した。2013年から14年シーズン、開幕戦となった7月13日の FC シオン戦で、後半30分から出場し、 スイスリーグデビューを果たす。第3節の FC トゥーン戦で、スイスリーグ初ゴールを含む2得点で、逆転勝利に貢献。すると第4節の FC、チューリッヒ戦でもゴールを記録。スイスシブリックに、スイスリーグの新しいスター選手として紹介された。第16節には、昨シーズンの王者 FC、バーゼルを相手に、貴重な同点ゴールを奪った。 スタメン出場は5試合に止まったが、スーパーサブとして、リーグ戦34試合に出場、7ゴールコアシストを記録。昨年7位だった、ヤングボーイズは、L 予選3回戦からの出場となる3位に、躍進した。2014年から15年シーズン、欧州リーグでは、L 予選で3試合に出場し、チームは本戦に進出。9月18日のグループリーグ第一節。 ケースロバンブラチスラバ戦で、久保は後半19分から途中出場。1アシストで L デビューを果たした。第3節 SSC ナポリ戦では、スタメン出場で1アシストを記録し、勝利に貢献。第5節のケースロバンブラチスラバとの対戦では、L 初ゴールが決勝点となるなど、2得点を挙げた。チームは決勝トーナメントに進出し、 L 決勝トーナメント1回戦では、エバートンと対戦。久保は2試合ともトップ下で、スタメン出場をしたが、同世代の FW ロメルル角にハットトリックを決められるなど、2戦合計2対7で敗退となった。スイス国内では、7月20日の FC ザンクトガレン戦で開幕スタメン出場を果たし、前半23分にチームのシーズン初ゴールを決めると、 続く7月27日の第2節、FC、アーラウセンでもゴールを決め、2試合連続ゴールを記録。しかし、その後はなかなかスタメンに定着できず、監督のホルテからは、トップ下の選手として、ゴールよりも味方を活かすプレーを求められるなど、ストライカーとしての葛藤もあった。途中出場した第28節の試合後には、これでは自分の良さが消えてしまう。ここからは、 チームプレーをしながらも自分のプレーも出していきたいと周囲が納得する結果を出すことを宣言。7試合ぶりにスタメン起用された第29節グラスホッパーズ戦では先制ゴールをマークするなど活躍した。リーグ戦27試合出場で5ゴールを記録し、チームは優勝を逃すも来季の CL 予選3回戦からの出場となる2位でシーズンを終えた。 2015年から16年シーズン、欧州リーグでは CL 予選3回戦でフランスの強豪エースモナコと対戦。2試合ともトップ下でスタメンフル出場も2戦合計1対7で敗退となった。その後 L プレイオフに回り L ではカラバフ FK と対戦。2試合ともスタメン出場したが2戦合計0対4で敗退した。 スイス国内では8月15日スイス杯1回戦クリーンス戦にて鮮やかなドリブル突破で3人をかわし右足ミドルでスーパーゴールシーズン公式戦で初ゴールを挙げるリーグ戦でも8月23日の第6節 FC シオン戦で1ゴール1アシスト続く第7節グラスホッパーズ戦第8節 FC ファドゥーツ戦でもゴールを挙げ プロイリアと初の3試合連続ゴールを記録。9月には2試合連続アシストを記録するなど、抜群のコンビネーションを見せる FW ミラレム、スレイマニとのコンビは、クボマニと名付けられ、ヤングボーイズに移籍して3年目で、スタメンに定着した。五輪予選後のシーズン終盤は、怪我により欠場したが、リーグ戦29試合に出場して移籍後最多となる9ゴール、6アシストを記録。 主力としてチームの2位に貢献し、2020年まで契約を延長した。2016年から17年シーズン、欧州リーグでは予選3回戦から登場。チーム事情で2016年リオデジャネイロオリンピックを辞退し、悔しい思いをした久保だったが、8月3日に行われたシャフタールドネツク、前セ,セカンドレグでは2得点を決める活躍をして、 合計2から2で勝利した。9月18日、スイス杯の2回戦では FC バゼンハイトと対戦し、途中出場からハットトリックを達成した。2017年1月25日、ベルギーのカーヘントに完全遺跡で加入。遺跡金はヘントのクラブ史上最高額となる350万ユーロ。移籍から4日後の1月29日。 第24節のクラブブルージュ戦にて、早速スタメンでデビューを飾り、フリーキックで移籍後初ゴールを記録。3月12日、第30節のキロボルトメヘレン戦では4人抜きの、ドリブル突破から3試合連続となる、スーパーゴールを決めた。このゴールにより、日本のマラドーナ、日本のメッシと評されるなど、移籍後7試合5ゴールの大活躍でチームを、 上位プレイオフ進出に導いた。4月25日、優勝プレイオフ第5節の SV ズルテワレヘム戦で得点を決めてシーズン20得点を達成した。2017から18シーズン、2017年9月19日に行われた第7節のキロボルトオーステンデース戦で今季初得点を決めた。2018年5月12日、プレイオフ1。 第8節の KRC ンク戦でも得点を決めて、シーズン2桁得点を決めた。2018年8月19日、ドイツ・ブンデスリーガの1、FC ・ニュルンベルクへ2019年6月までの1年間の期限付き移籍をした。8月25日、開幕戦のヘルタ・ベルリン戦で先発し、ブンデスリーガデビューを飾った。2019年4月13日、 第29節のシャルケレイ4戦で、ブンデスリーガ初得点を決めた。しかし、リーグ戦22試合で得点は、この1点にとどまり、チームは最下位の18位で2部への降格が決定した。シーズン終了後には、ニュルンベルクの期限付き遺跡を満了して、ヘントへ復帰することが発表された。しかしヘント復帰後は怪我の影響もありリーグ戦では、 第9節のキロボルトコルトレーク戦以降出場がなかった。2020年1月9日 FC シンシノティと契約を締結したと発表された。背番号は7。2009年8月に開催されたトヨダ国際ユースサッカー大会に出場し2試合で2得点を記録。準優勝に貢献しミップ賞を受賞した。2010年1月に開催された コパチーバスに出場。グループリーグ最終戦では2得点を決め、逆転での決勝トーナメント進出に貢献。決勝の U-18 メキシコ戦では、唯一の得点を決めた。日本は1対2で敗れたものの、準優勝という過去最高の成績を残した。2011年10月に開催された AFCU-19 選手権予選に出場。 第一戦のグアム戦では一人で8得点を決めるなど活躍した。2012年11月に開催された本大会でもエースとして期待されたがグループリーグから4試合無得点に終わり日本も3大会連続で FIFAU-20 ワールドカップへの切符を逃すことになった。2012年6月に開催された AFCU-22 アジアカップ予選に出場。 第4戦のインドネシア戦では4得点を決めるなど本大会出場に貢献した。本大会である2014年1月に開催された AFCU-22 アジアカップに出場する U-21 日本代表にも招集を打診されたがヤングボーイズでのスタメン争いのためクラブのキャンプに参加したいと断った。日本はベスト8で敗退している。 2015年3月27日から、リオデジャネイロオリンピックアジア一次予選を兼ねる AFCU-23 選手権2016予選を戦う U-22 日本代表に招集された。ヤングボーイズの要望により、3試合中2試合の出場のみという条件付きでの招集となったが、年齢制限が始まった92年バルセロナ五輪以降、 一時予選から海外組が出場するのは南の拓組と共に初めてのこととなった。第一戦のマカオ戦は出場を回避し、第二戦のベトナム戦と第三戦のマレーシア戦に出場。第三戦のマレーシア戦では安西和樹のクロスをヘディングで叩き込み、日本の最終予選進出を決める決勝ゴールを挙げた。2016年1月12日から、 リオデジャネイロオリンピックアジア最終予選を兼ねる AFCU-23 選手権2016本大会に望む U-23 日本代表に招集された。海外組の久保は一時予選以来の招集となったが、久保が不在な間の練習試合でチームは結果を残せておらず、監督のテクラ森誠はこの年代のストライカーが誰かと言ったら久保の名前が上がる。 他の選手も久保に期待をすると思うと期待を寄せた。グループリーグでは第2戦の対戦で途中出場から2ゴールを記録。決勝トーナメント準決勝のイラク戦では、旧友である原川力とのアベック弾でドーハの歓喜を起こし五輪本戦出場を決めると、決勝の韓国戦はスタメンフル出場で日本のアジア制覇に貢献。 大会を通して安定したパフォーマンスを見せ、チームで唯一となる全6試合に出場。チームで最多の3ゴールを記録した。リオデジャネイロオリンピック本大会のメンバーにも選出されていたが、UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、予選を戦っている BSC ヤングボーイズ側の事情で大会直前にクラブが招集を拒否、出場事態となった。 アルベルト・ザッケローに代表監督によって2012年2月24日に行われたキリンチャレンジカップのアイスランド代表との試合に日本代表として初選出された。試合には出場しなかったが高等学校の学生が日本代表に選出されるのは市川大輔以来14年ぶり2人目の快挙となった。その後代表から遠ざかっていたが バヒド・ハリル・ホジッチ監督により、2016年11月4日、W 杯アジア3次予選の日本代表メンバーに招集され、11月11日のキリンチャレンジカップ2016、オマーン代表戦で初デビューした。11月15日、W 杯最終予選のサウジアラビア代表戦では、初のスタメンでの出場。2017年3月23日、 W 杯最終予選の UAE 代表戦で A 代表初ゴールを決めた。続く3月28日の対戦でも2試合連続ゴールを決めた。その後もスタメンの座をつかみ、W 杯本大会のメンバー入りも有力視されていたが、大会直前に代表監督が西野明に変わると、招集メンバーから外れる。西野監督は本大会メンバーは、 今回の選手以外から入る可能性もあると含みを持たせたが、追加招集は行われず、本戦メンバーから落選となった。左右両足から放たれる強烈かつ、精度の高いシュートとシュートレンジの広さ、それらを生かしたミドルシュートを得意としており、元日本代表コーチの沖武氏は、今まで見てきた日本人選手で一番シュートがうまいと評している。パスを受けると、 スピードを生かしたドリブルで勝負し、決定機を生み出そうとする。突出したトラップの精度と、スピードで周りを置き去りにできるなど、日本代表の香川真司のようだと言われるが、久保は FW らしく、背中から強く当たられても意地になって踏ん張るなど、パワー勝負にもこだわっている。元日本代表監督のアルベルト・ザッケローニは久保について、 何でも器用にこなせる近代的な FW と評している。京都産が FC では1トップ、3トップの中央、U-19 日本代表では2トップの一角でプレーヤングボーイズでは監督のフォルテが、久保はトップ下の選手だと名言、カップ戦などで1トップ起用されることもあるが、主にトップ下、セカンドトップで起用されている。2014年の開幕戦。 第2節では、左のウィングでプレーして連続ゴールを記録するなど、攻撃的なポジション全般をこなしている。ハリル・ホジッチ日本代表監督は一貫して、久保を右 FW として起用。本田圭介とポジションを争わせた。その他の国際公式戦。ありがとうございます。